た風な流行りに紛らって僕の歌が痩せ続けている。安いおもちゃみたいで君には悪い。ひどいもんさ生き様ぶわった。ハウスの拳が受けてる。僕は恐れを見ていたよ。横になって始まる。胸に息づくのは君あのラブソング、ラブソング、ラブソング。 Oh yeah。どっかで愛していたはずさ、冷めない続きを抱け苦しんでみたはずさ。僕の全て、oh, oh, 君の全て、今日の全て、oh, oh, 今の全て。運ばれる街ですれ違う、 oh, 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 oh. 言葉の謎を擦る思いで語り合う。僕の全て、 oh, oh, 君の全て、今日の全て、が素晴らしいなんて言わない。ハッピーエンドだらけじゃ笑顔もやっぱりつまんない。だけど結局僕らすることって僕ら求めてるような、求めてるような、oh, 感じてるような。
外れた腕のように寂しい。僕のすべて、oh, oh, 君のすべて、今日のすべて、oh, oh, いつか真昼間の星にこれいい目を凝らした。誰かが見たと騒げば僕はそっと羨んだ。だけど結局僕らそういうことで僕ら繰り返すような いらっしゃいました、金字塔キングです。いつもはねフルバンドでやる、ね、スタジオ配信ライブもね、はい、フルバンドでやることが多かったんですけれども、今回ね初の試みでアコースティックライブをやってみようということになりましてですね、皆さんお集まりいただき、それぞれ、メンバーですね、曲によって参加するメンバーが違うんですよ。そうですね、うんうん、こういうことをちょっとやっていこうかなと思いまして、リアルタイムで、ご覧いただいている方本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。アーカイブでご覧いただいている方、この動画はずっと残りますので、いつでも見てください。はい、というわけで、これねアコースティックライブってさ、なんだろう、面白いなと思うのが、はい、イントロが始まって、うん、何の曲が始まるのか分かんない。分からない。そう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 、このワクワクってあるよねと思って、ドキ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 でもさ、ワクワクっていうのはあれだけど、ドキドキっていうのはそれを知らない、その次の曲なんだろうって知らない人たちがドキドキするじゃん、はい、そうですね。ね、俺たちってそっか知ってんだ、知ってるからワクワクですね。ワクワクじゃないいや、この MC もしかしたらカットするかもしれないな
オッケーオッケーオッケー。他にもね、今から紹介していくけれども、まず、どっから行こうかな、ピアノ鬼です、セクシー担当。それから俺の後ろにちょっと隠れてるお地蔵さんみたいなのがいるんですけど、ベースの飯田洋平です。はい、それから、ドラムス、今日ドラムちっちゃいですよね、ちょっとちっちゃいですね、ちっちゃいね、なんか小ぶりな感じで、遠近法で余計俺がでかく見えるっていうですねやつなんですけど、ドラムス、富木雄二。はい、で、金次です、キングです、キングです。はい、あとですね、他のメンバー、後で紹介しますけれども、今レコーディングのレコーディングブース側の方にいるので、また後で紹介させていただきます。では最後までよろしく。
さあ、先ほどいなかったメンバーが、加入しております。こちら、あなたの後ろですね、ギターの、清水康弘です。どう、そしていつもねステージでは、あなた側の方で、鍵盤を弾いてる、キーボード、米倉正樹。はい、そして、ドラムの友之裕二はですね、先ほど、ピノを買ってきてもらいました。溶ける前にやる。なんかあれね、食べる前に飲むみたいなね。これなんだっけ、食べる前に飲むってなんだっけ。胃薬のやつか。飲む前に飲めない。飲む前に食べる。いや、飲む前に食べちゃダメじゃん。食べる前に飲む。ガスターテンとかですか。あ、そういうやつ。なんだったっけ。あの、正解分かった方、あのコメント欄に。これ多分昭和そうですね、っぽいよね多分ね。さあ、というわけで、続いてはこの曲をさせていただきます。帰り道の風のように君を抱いて
感じてた君のこと、力尽きた二人だから、返す言葉もなくて、少しだけこのままで横歩いてくれないか、別れてもきっと君のこと変わらずに愛してる。
さて、はい、イフ、それからホワイですね、はい、聞いていただいたんですけど、ホワイなんですが、多分初お披露目、あ、ライブではやってない、やってない、やってないと思いますね、やってないんだよ、うん、初めてなんですけどね、こうなんかこの曲すっげー好きで、はい、なんだろうね、歌っててものすごく気持ちいいというか、ちょっと気持ちよくなりすぎちゃってなんか置いてけぼりになってたんじゃないかなとかちょっと思うんだけど、そうそうそう、そんなことよりも、はい、あれですよ、ピノは食べれたんですかねあれがハーゲンダッツだったらね、うん、ちょうどいい、あの柔らかさ、今向こうにレコーディングブースの方にいるのかな、あ、食べれたのかなあ、2つ食べれた、で残りは誰が食べたの、あーそっかね、あのピノが大好きらしいです、友池裕二、あー俺も大好き、ピノみんな好きだよねみんな大好きでもね、アイスといえばいつもね、だいたいなんかオニーがアイス食べてるイメージがある、あー、そうですね、ね、なんかいろいろなんかオールマイティに行くよね、アイス、新商品は買うことに、あーそっか、なんかね、結構こういうこういうのかじってるイメージがあってね、こう棒形のやつがね、あの、それが例えばそのバニラ的なやつの時もあれば、ガリガリ君的な時もあるし、で別にオールシーズンいけてるよね、やってるよね、俺もね、アイススーパーカップをよく食べてしまうんだよ、食べますね、ピノかスーパーカップですよね、そう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 、金ちゃんなんだっけ、俺はもう懐かしそうなやつを、懐かしそうなやつホームランバーとか、そう、ノスタルジーを感じるアイスを復刻版のやつとかですノスタルジーえアイスに、ノスタルジーっていう単語、多分今このバンド2011年からで今もう12年目に入るんですけど、ノスタルジーっていう単語使ったの初めてだと思う、本当ですか、俺やっぱノスタルジアっていう曲を作ろうとしてるんですけど、おそれってあの 今までもらってるデモの中にある、ないですね、ないんだ、じゃあ、今後ね、金次作詞作曲のノスタルジアっていう曲が多分アルバムに入ると思うんで今絶賛レコーディング中でございます、二人でここまで歩いてきたのに、あなたの心が足を取られて、冬の坂道転がり始めた、震える肩越しにあなたのさよなら、背中で涙を隠す私、あなたの愛をもっと、ぬくもりをもっと、あふれるほどに、あなたの愛をもっと、ぬくもりをもっと感じていたかった、にうなずいたのはあなたが望む別れだから、
心の支えはいつの時代も男は女、女は男、あなたを信じてささやかな夢積み上げたのは女の私。幸せだったと最後に言わせて、せめてさよならは飾ってみたい。あなたの愛をもっと、ぬくもりをもっと、あふれるほどに、あなたの愛をもっと、ぬくもりをもっと感じていたかった。あなたの愛をもっと、ぬくもりをもっと、あなたの愛をもっと、ぬくもりをもっと感じていたかった。ああああああ、心の支えはいつの時代も男は女、女は気分で、夜明けに仕事が終わる。カラスを脅かしながら家に帰る。もうすぐこの街の元に光が届く。はがきを差し込むように少しくらいは自分のこと何とかしようと、朝に出会ったあの街の匂いだ。あの頃に見た空だ。自分が
忘れてた。覗くこともせずに少しくらいは自分のこと何とかしようと眠れない朝に出会ったあの街の匂いだ。あの頃に見た空だ。ということでございまして、続きましては、ドラムの留池雄二が今、ピノを食べに、あの違う、ピノ休憩を取ってるので、まあね、他のメンバーで、この曲をやろうかなと思います。余計なものなどないよね。すべてが君と僕との愛の構えさ。少しくらいの嘘やわがままもまるで僕を試すような恋人の恩フライズになる。このまま二人で夢を揃えて何気なく暮らさないか。愛には愛で感じ合おうよ。ガラスケースに並ばないように何度も言うよ。残さず言うよ。君が溢れてる。寂しい夜星の屋根に守られて恋人の切なさ知った。このまま二人で明日を迎えて
Say yeah。 はい、それではですね、いかがだったでしょうか。アコースティックライブっていうのはね、はい、今までやったことがなくて、ないですね。で、初めての、経験だったんですけれども、うん、なんかね、こういう、スタジオで、まあ、全てが全員が参加するわけではなくて、うん、まあ、いろんなね、アプローチをしながら、うん、大好きなチャゲアスの楽曲をですね、演奏させていただくのも、これもね、なんかすごい楽しいなと思いまして、うん、第2弾、第3弾とやっていけたらなと思います。はい、そういえば今日何もお知らせをしてなくて、お、ね、本当だ。ライブのお知らせからね、はい、させていただこうかな。もう来月なんですけれども、早いですね。5月13日14日、うん、2日間なんですけど、大阪のですね、重曹にある、ガブというライブハウスが、ありましてですね、そこで、トリビュートバンドフェスティバル、略してトリフェス、トリフェスですね、にですね、なんとなんと私ども、キジとキングがですね、2日間のうちの2日目の、はい、ゲストに、ゲストですね、お招きいただきましてですね、はい、ありがとうございます。で、1日目のゲストはいろんなね、はい、モノマネグランプリだったり、モノマネランキングだったりですね、いろんなテレビ番組で、ご一緒させていただいている、小田和正さんの、はい、モノマネの、しずめさん、はい、しずめさんですね、はい、こちらの方がですね、1日目のゲストでして、で2日目が僕らがゲストということで、ただゲストだけじゃないんですよ、うん、本当にですね、動画見たんですけど、そうそうたるコピーバンドが本当面白いですよね。すごいですよ、あれ、ね、この中に、僕らも混じってですね、2日間、お互いが大好きなアーティストを、リスペクトしつつ、一生懸命頑張って、そして楽しんで盛り上げていこうというですね、企画でございます。もしよろしければ投資券もねありますので、ぜひぜひ、ご来場いただけたらと思います。それからですね、ちょっとその翌日なんですけど、はい、それで僕らそれだけでは帰りません、うん、福岡へは。次の日にですね、同じ、ガブさんでですね、大阪初のワンマンコンサートをさせていただくことになりました。お、はい、これね、僕らが、ワンマンコンサートを始めたのはですね、2013年ということで、はい、今年が2023年ですから10周年でございます。長いような、短いような、短いような、ね、チャゲアスのコピーバンドで10周年で、このタイトルをつけないわけにはいかないだろうということで、はい、この大阪の、ワンマンコンサートを皮切りに、1年間ワンマンコンサートだったりブッキングだったりですね、たくさんコンサートをして、ツアーと銘打っていこうかと思いまして、ツアー名が、俺たちの10 years after 10 years after、 はい、史上最大の作戦、史上最大の作戦は史上が私事の、情なんですよ、はい、情は情緒の情ですね、はい、史上最大の作戦誠に身勝手な最大の作戦なんですけど、この、タイトルを銘打ってですね、走り続けていきますので、よろしければ、こちらもですね、大阪の方、関西の方だけではなく関東、関東って言ってしまったら全部言わなきゃいけなくなってしまうな関東、東北、北陸、北海道、それから、東海、中国、近畿は言ったな、それから、四国、九州、沖縄、それから、外国からでもですね、ぜひぜひ
いらしていただけたらと思います。言ってない地域ないよね。中部だから東海って言ったから、いいんだよね、言ったよ、ね、さピノ食べれました？2個食べたらしいですはい、というわけでございまして、ライブはですね、今のところ告知させていただくのがこちらですかね。あとは、テレビですね、はい、某、テレビ局の、いつもお世話になっております、某人気番組に、また出演をさせていただくことになりましてですね、こちらも時期が来ましたら、はい、お知らせをさせていただきますので、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。というわけでございまして、アコースティックコンサート、はい、アコースティックライブ、配信ライブですね、最後の曲なんですけれども、やっぱりこの曲はやんないと終われないかなと思いまして、最後はこちらの曲をやります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。思うようには、行かないもんだな。つぶやきながら階段を上る。夜明けのドアへ。辿り着いたら、昨日のニュースと手紙があった。折れた体をベッドに投げ込んで、君の別れを何度も見つめてた。伝えられないことばかりが悲しみの顔で駆け抜けてく。心の鍵を壊されても、なくさないものがある。プライI'm not afraid to die.
ありがとうございました。